はい、ということで今月の出席ゲストはソングバーズの皆さんでした。ありがとうございました。一応じゃあお名前を一人ずついただきましょうか、ね、はい、ソングバーズのボーカルギターの上野です。ギターボーカルの松原です。ドラムの岩田です。サポートベース勝田です。ありがとうございました。ありがとうございました。よかったですね、今月はね。なんか3曲とも違った方向性で、確かにソングバーズ昔からお呼びしたくて、ちょっとタイミングを伺っていたところもあったんですけども、今年独立されてっていうことですもんね、はい、そうですね、今年の6月から完全に独立して。なるほどなるほど。独立先輩として3人とも独立されているわけですけど、そうですね、だから僕ら自費で新木場コースト借りたんですよ。いや、すごいね。それは震えますよね。やめた方がいいです。やめなくなるね。15周年のイベントを新木場コーストでやったってことですか。すごいな。ね、そっか、まあいろいろね、大変だけどできることも増えてるっていう感じで、まあそうですよね、達成感はあった、まあでも達成感だけのためにやるにはちょっとド M すぎるんじゃないぐらい寝れなかったです。じゃあ自分たちでこうライブをブッキングしたりしてる感じですか。そうですね、今は。ライブの数増えたって言ったもんね。ライブの数、はい、独立、ま、してから結構増えてます。すごいですね。なんか変わったこととかあります？あ、でもベースが抜けたタイミングでの独立だったんで、なんか役割分担を増し直して、で、まあ、でもドラムの吉井が結構デザインとか、ずっとグッズを作ってくれてたりとか、フライヤーとかそういうイベントの時とかもやってくれてたんで、逆にまあそこがあればなんかどうにかなるかなっていうのが最初してて、なるほどなるほど。で、まあ、それで浩平が、まあ、ブッキングとか、まあ、誘ってもらったライブも断る理由がないんで今は、全部ほとんどで、制作の方では、まあ、僕がこうロジックとかでやったりとかして、じゃあそれぞれの役割分担もちゃんとあって、それはなんかまあ結構やっぱりお任せしてた部分は、まあ、自分たちでこう帰ってきた時にどこに誰がやるかっていうのは変わりましたね、やっぱり。なるほどね。そうだよね、頼ってた部分がねあるもんね、そのセクションセクションでね。そうですね、なるほどね。なんかソングバーズそれぞれのメンバーがみんな一人一人ミュージシャンとしてね、立ってるっていう感じがすごい、今日演奏とか見ててもしましたよね。しましたね。嬉しいです、バンド的には何年ぐらいなんですか。7年目かな、はい、今。デパートメントアレンジはどうでした、はい、楽しかったです。新鮮でしたね。新鮮でした。新鮮、その自分たちの曲の中でも、まあ、割とこう自分たち的には幅広くやってるかなみたいな気持ちではあって、あそこまでなることはなかったので、本当に 初体験というか、いやなんかね、ニューオーダー風にしようかなって。ああ、はいはい、そういう感じか。なんかね、おっさんの趣味押し付けるみたいで、なんかちょっと申し訳ないなっていうのがあったんですけど、その準備の時とかに松原君とか、オアシスとかブラーとか、フレーズをこうさりげなく弾いてたりとかしたんで、まあそんな押し付けでもなかったから、なのでちょっとほっとしつつも緊張しつつみたいなセッションになりました、自分たちもそのバンドに合わせるって演奏することの方が多いし、歌うことも多いんで、そのコラボできるっていうのはすごい良かったです。ブライアンさんの話を、ね、ブライアンさんのアレンジも良かったですよね。今ね、そういないんだけど、なんつってたっけ、イエローっぽい感じにしたっつってた、コード進行とかがすごいいい曲だから、なんかそのビートルズフォロワー的な70年代のイエローとか、そういうモチーフを UK とか元にしたピアノの感じ、あとメロディーをこう追いかけるっていうか、そうですね、みたいなこと言ってたかな、美しいとかいいなと思ったメロディーを強調させるように弾いてるみたいなことを言ったりしてて、まさにそうだな。そう、歌ってて気づいた。いや、もう気づきました。めっちゃなんかなんていうか、その自分
たちで作って自分たちでここいいよなって思ってる部分もこう強調してくれたりとか、思ってもなかったところがこう強調してくれたり、こう違うテンション感が出てきたりみたいな部分で、あ、こういう良さも出せるんやみたいなことをやりながら気づいたりもしたんで、ちょっとピアノならではのね、コード感にね、そうですね、なんかもう自分たちのライブでもパクろうかなみたいないいですね、期待してそうそう、何回かやったけどこう毎回違くて、やっぱあの人本当にすごい天才的な人なんだなというふうに改めて思いましたね、でもなんかコード進行がすごいあの曲めっちゃ秀逸だなって思うんですけど、あの曲結構特殊で、もともと別々に持ってきてたデモがあって、でそれをこう、あ、もしかしたら合体できるんじゃないかって言って、合体して、でセクションによって結構バラバラで、歌い始めはユージが作ったセクションで、A メロガラッと変わるもんね途中から、そうですね、で A メロで、 B メロはコード進行で僕のメロディーが使われてて、サビは僕のメロディーが使われててみたいな、結構なんかもう完全にガチャガチャ、なるほど、普段は結構0から1をどっちかが作ってきて、それをまあ2人で話してからアレンジして、残りのメンバーがそれぞれの楽器をつけてもらうっていう感じで、その共作って難しすぎて今まで結構できてなかったんですけど、まあこういうたまたま同じテンポくらいでこう同じ雰囲気の曲だったんで、今回はそうなったっていう、まあそれぞれの曲で全部歌詞の割合とかも全部違う、あ、そうなんだ、すごい、じゃあ本当にバンドっぽい感じで作ってるというか、それぞれ曲出してね、やってるっていう、2人とも曲書けるのいいですね、で最近吉井でももう曲書いてて、自分で弾き語りでもやってるんで、すごいすごい、弾き語りライブをやってる、弾き語りライブを、そうなんだ、今2回やってて、わ、すごい、定期的にやりたいなと思ってますね、もともと興味があったんで、たまたまライブハウスのブッキングの方になんか誘われてというか、そういう話があってやりますっていう話になりました、すごい、もうあれだね、殴り合いっていうか、その殴り合い、表現が急に不穏な曲出したらさ、もうさ、もうバチバチになね、いや、バチバチになってない感じがいいよね、またなんかこう、そうだね、お互いにその曲も共作でさ、ね、ガッチャンコしたりとかさ、すごい切磋琢磨、そうそう、本当だからそれぞれミュージシャンとしてね、あの立ってるというか、一人一人が独立してるって感じが、バンドらしいな、そうだよね、今後どんな感じで動いていくんですか、はい、8月の末、あ、まあ、でもこれが放送される頃には終わってるんですけど、まあ、ミックステープっていう自主企画のイベントがあって、そういうのをこうやりつつ、まあ今さっき言ったようにこうライブは結構頻繁に誘われたりしたやつはどんどん出ていってる中で、まあ自分たちでこう曲を作って、でそれをデモみたいな形で発表したりとかもしてて、あ、なるほど、まあ、そういうのとか、まあ、あとは SNS に、まあ、曲出すのもすごい自由に出せる状態ではあるので、どんどん出せていけたらなみたいなふうに思ってます。ポッドキャストもね、やってます、ね。あ、そうですね。すごいね、ポッドキャストやってて、Spotify で、俺初めて見たんだけど、映像がついてる、映像を見よう、新機能みたいなのね、映像見ようと思えば見れるっていう。あ、なるほど。まあ、別にすごいめっちゃ映像でね、すごいことが起こってるみたいなことではないんだけど、こうしゃべ語らってるのが見れる、そう、結構ながら聞きのために YouTube とかオフにしたら音声も消えちゃうんですけど、プレミアじゃないと、でもそういうのも全然、だから聞きたい、ながら聞きした人はできて、今何が起きたんやろって時は見るとか、そうそう、結構面白い。どんな内容でポッドキャストやってるんですか。それはなんかバックステージポッドキャストでつけてて、まあ、僕らのそのまあ楽屋風景というか、まあ、それ、あと独立のその、まあ、こんなことや、まあ、裏話じゃないですけど、なんかせっかく独立してるから、そういうのもこう、まあ、これはこういう風にやって失敗したよとか、そういうのをまあ話していけたらな、裏話ですね、結構ざっくばらんな、ゆるいです、かなり、へえ、聞いてみます、すごい面白かった、ぜひ見てみてください、ありがとうございますという感じで、はい、この YouTube の欄に載せるので、あ、はい、そこもチェックしてください、はい、という感じで、
今月のゲストはソングバーズの皆さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。